ペリクレス・レイモンド・オリベイラ・シャムスカ。1965年9月29日ブラジル・バイーア州サルバドールで生まれる。幼い時からサッカーに親しみ、サッカーを愛し、サッカーと共に生きてきた。幼い頃から弟のマルセロといつもサッカーをして遊んでいましたね。指導者になったのは27歳の時。プロの選手としての経験はないが、ブラジルでは2部チームを優勝に導いて1部に昇格させるなど、若き指導者として将来を嘱望されている。本当にサッカーが大好きなんです。将来は絶対サッカーに関わる仕事をしたいと思っていました。うまくいくと信じていましたよ。いいちこ、九州パートナーズ、大田畑店、学食、ヤギアンテナの提供でお送りします。アースアンテナ。2005年、 J1 リーグ3年目の大分トリニータはチーム初の生え抜き監督となったファンボカン氏を指揮官に迎えます。一つは個人のレベルはやっぱり大事です。それは上がらないとチームにならないですね。それとチームになった時点では戦術をしっかり理解した上でプレイする。2005年シーズンは元ブラジル代表のドドをはじめ、ルーキーの深谷、川田、それにジュビロ磐田からのレンタル契約で上本が加入し、即戦力として活躍します。初戦の相手は J1 で最も歴史のある東京ヴェルディ1969。試合は前半に2点を奪われリードを許します。チーム初得点はマグノ・アウベスでした。初戦こそ黒星だったトリニータですが、一時は8位まで順位を上げます。しかしその後順位は下降線をたどることになります。5月4日対名古屋グランパス8戦。この試合を引き分けて終えるとトリニータはこの後12試合も勝ち星を上げることができませんでした。7月24日のアルビレックス新潟戦では先制点を奪うも3対1の逆転負け。トリニータのサポーターも勝利を熱望するだけに悔しさを抑えきれず、ついにチームに向けて声を上げたのでした。大分が好きなら責任取ることを考えたらどうだ。しかしその後の3試合も勝利に見放されます。その結果トリニータを最もよく知り、
最も愛したとして期待された生え抜き監督はピッチを去ることになりました。県知事様と対しまして、公的な支援ということの要請をさせていただきました。チームに降りかかったのは成績不振だけではありませんでした。メインスポンサーが、昨年度撤退したことで、やはり1年強あったことによってやっぱり約4億の赤字が出ました。運営会社大分フットボールクラブの経営が危機に瀕していて、再建には6億円が必要でした。さらに選手の給料や借入金の支払いなど緊急に2億円が必要なことも分かりました。さまざまな意見が飛び交う中、大分県は特別に融資を決定しました。県といたしましても、今後大分フットボールクラブの中期8カ年計画の実行状況を検証しつつ、県民の応援や経済界の支援等の動向を見ながら、トリニータを盛り上げていきたいと考えているところであります。例年になく暑い日が続いた夏、チームを後押しする風が吹き始めました。京都府に本社があり、アミューズメント施設を経営するマルハンがメインスポンサーとして決まったのです。こうしてトリニータ支援の輪は県内外に広がっていきました。さらに劇的にチームの環境を変える転機が訪れます。ブラジルにいたトリニータのチームスタッフが新進気鋭の指導者と出会ったのです。1年ちょっと前に、ブラジルに選手をスカウトを行っている際に、このような経緯になるとは思わなかったんですけど、偶然彼と会って彼の事務所で、いろんな話ができました。この難しい場面で、我々のチームを救ってくれるっていう人材をチームの育成コンセプト、育成型のチーム、それでなおかつJ1 で戦っていかないと悪いという、非常に難しい2つを両立させるっていうことに、任せられるという人材は、我々強化部と、強化部の中で協議をして社長の立推薦をして、この人物だったら、任せられますということで、彼の方を獲得する経緯に至りました。トリニータの選手は自信を持つことが重要です。その後はディフェンダーが攻撃に参加するといったリスクを犯すサッカーをやりたい、怖がらずに攻めること、6人7人で攻撃することが私流のサッカーです。そうすれば結果がついてくると思います。後にトリニータの救世主となった一人の指揮官、ブラジル出身のペリクレス・シャムスカ氏40歳。彼が感じたトリニータの低迷理由は意外にも精神面のみでした。初めてチームに来た時、大分は台風でした。だから選手たちには、この台風は悪いものを全部持って行ってくれるから、あとはいいことしか起きない、そう信じて頑張っていこうと話しました。そしてトリニータの進撃が始まります。9月10日、真っ赤に染まった埼玉スタジアム、シャムスカ監督初采配のこの一戦にトリニータのサポーターは注目しました。前半18分、マグノからトゥーリオ、トゥーリオからのスルーパスを梅田が押し込み先制点を挙げます。その後同点に追いつかれますが、監督はここで1回目のマジックを使ったのです。これまでのトリニータは同点に追いつかれるとモチベーションが下がっていました。シャムスカ監督は選手たちにこんなことを話していました。練習でやってないことでも挑戦しろ、自
自信を持ってやれば大丈夫。俺は信じている。中央からの吉田のパスを抜け出したマグノが落ち着いて決め、待望の勝ち越し点を挙げます。トリニータは実におよそ4ヶ月12試合ぶりに白星を手にしました。Acho que é muita felicidade, né? Como foi falado aí, muito tempo sem ganhar. E agora, ainda mais ganhar do Urawa, fora de casa, eu acho que está todo mundo de parabéns. Seguindo o CI, 第24節では、名古屋グランパス8を2対0。第26節では横浜 F ・マリノスを3対0で破ります。極めつけはこちら、清水エスパルスを5対0で圧倒しました。勢いは本物。シャムスカ監督は次々に上位チームを倒しながら、就任以来5試合連続して負け知らずの成績を残しました。ミスを恐れない攻撃的な采配はいつしかシャムスカマジックと呼ばれるようになったのです。選手のメンタル面、戦術、技術、その全てがレベルアップしたからシャムスカ流のサッカーができたと思います。一つだけではなくて、いろんなことを含めてこのサッカーがマジックと言われたんでしょう。そのマジックに欠かせない人がいます。それは弟マルセロ・シャムスカヘッドコーチです。もちろんマルセロは本当に大事な存在ですね。私たちはやりたいサッカーが同じで、私の目の届かない部分はマルセロが見てくれているから、私にはいつも4つの目があると思っているんです。スタジアムでは前半にマルセロコーチが客席から試合を見つめ、戦術を分析します。ハーフタイムになるとその結果を選手と監督に伝え、後半は監督と共にベンチに座るという、まさに二人三脚でチームを導きます。上から見るサッカーと横から見るサッカーの違いは、ピッチでのスペースを把握できるかどうかなんです。マルセロに上から見てもらい、ハーフタイムに話し合うんです。幼い頃から共にボールを蹴り合って育った兄弟、サッカーへの理想を共有しているからこそお互いを補い合える、それがマジックを演出しています。大分市内にあるホテルです。ホームビッグアイでの試合では、前の日に選手、監督とコーチが一緒にこのホテルに宿泊し、当日決戦場に向かいます。ホテルの一室には臨時に作戦ルームが設けられていました。スクリーンのはご覧になりながらですね、食事をされている部分もございますけれども、それは過去の試合とかですね、そういう戦略的なものがあるかと思います。実はこの赤いマグネットを使われましてですね、ここには持ち込みのこういう何ですかね、サッカー場のその中にですね、こういうマグネットを使って動きをそれぞれされてると思うんですけどもね、それぞれ11個ずつご準備しております。対戦相手のビデオを見ながらのミーティングで、選手たちは戦術の理解を深め、自分たちで考える力を学びました。
特に篠塚監督に代わりましてですね、そういうチームの輪を大事にするということ、そのあたり私とも身に染みて感じております、はい。それぞれ選手の皆さんがお話をされたりね、さっき言いましたように新聞読んだりね、雑誌見られたりで本当に弱されております、はい。日々の生活から離れ、サッカーだけに集中すること。たったこれだけのことが選手たちの気持ちを大いに鼓舞したのでした。攻撃面でどういうパターンで攻めてくるだとか、そういう細かい話とか、まあ、あの向こうの弱点とかもあのチームの人があのピックアップして見せてくれるんで、そういうのを見てあのいつも夜イメージしてました。試合に向けて の, その準備もまた違いますし、雰囲気も違いますし、うん、チームの輪と選手のやる気、シャムスカ流チーム再生術は見事に実を結びました。これがもう一つのマジックだったのです。試合の前の日は対戦相手の映像を見せます。選手たちは映像を見て前日の理解を深めました。みんな集中してしっかり見て、相手の動きとかやり方などから自分たちのサッカーを考えたと思います。試合に勝つとチームの雰囲気はとても良く、日々の練習では選手たちに笑顔があふれていました。こうしてシャムスカトリニータが作られていったのです。トリニータの快進撃は続きます。10月22日6連勝中の首位ガンバ大阪との一戦、1点を許したもののガンバの攻撃陣を封じ込めて見事な勝利を収めたのです。マルサラさん、ガンバ相手にあのどこの報道陣、新聞、朝の新聞も見ても、まあ、ガンバが勝つだろうって言われてたんで、まあ、そういう面ではよくみんなで守ったし、あの点も取れたんですごく良かったと思います。戦い抜く勇気と自信、心によみがえったこの言葉は最後まで選手たちの戦う姿勢を支え続けました。まあ本当に苦しい1年だったと思うんですけど、まあ、なんとか早い段階で残留も決めれたし、いい形できたんで、監督変わるあたりはもう本当に覚悟をしましたし、ただやっぱ自分がキャプテンでね、やっぱり J2 に落とすわけにいかないっていうのがあったんで、何度かみんなで頑張ろうっていうような一つになれてよかったと思います。12勝15敗そして7つの引き分け、トリニータの J1 3年目が幕を閉じました。そのうち若き指導者ペリクレス・シャムスカ監督の成績は7勝3敗と2つの引き分け、そして勝ち点23、実に7割5分の確率で勝ち点を上げていったのです。その結果11位で J1 残留を果たしました。FKSシャムスカマジックという言葉はとても光栄に思います。そう言われることで私のモチベーションも上がってきました。攻撃的なサッカーをすることで勝利という結果につながるサッカーができたと思います。Isso também trouxe mais confiança para mim。ついにあのサポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、本当にあのトリニータに対する熱い思いを常に感じながら、監督コーチみんなで一体となって戦って、結果的には、成績という面では順位が11位になりましたし、
お客さんも3万人達成できましたし、経営的にも資金的にも一定の目処が立って、そういう意味では本当にあの山田に本当に両面発揮した激動の一年だったなというふうに思います。2005年トリニータの順位表です。軸となる選手をきっちりと整理したことと、でまた選手に思い切ったプレーというかね、本当分かりやすい戦術の指示というか、まあ、そういうところですごく選手の表情も変わって、見ていても本当に、楽しいサッカーというか強いサッカーをするようになったなというふうに感じましたね。2006年、チームは今年注目選手としてフォワードの内村義弘選手、ディフェンスの深谷祐希選手、そしてゴールキーパーの西川周作選手の若い3人に期待を寄せています。最初から最後まで1年間通して試合に出ることと、あとやっぱり得点とかアシストとかそういうのどんどん出していきたいです。日本代表を、ね、目指して頑張りたいと、はい、思います。そうですね、まずはキャンプからアピールして J のピッチに立つことと、個人的には代表の合宿も始まるので、それに呼ばれるように頑張りたいと思います。指揮を取るのはもちろんペリクレス・シャムスカ監督です。向かいです。できれば優勝頑張ってください。やっぱり J1 で残ってずっと戦い続けてほしいですし、大分トリニータここにありって力を見せてほしいなって思います。7位とか6位とかまで頑張ってほしいです。もう一つもう二つ上を目指すんだっていうね、そういうものが必要じゃないかなと思いますね。そういう気持ちがあれば、本当に期待していいんじゃないかなと、いうふうに思います。Está escrito aí. Tem uma melhor colocação e a data é ano do imperador. Otoshi yori kakai toporo. Obrigado.シャムスカ監督が選手たちに送った言葉。練習でやってないことでも挑戦しろ。自信を持ってやれば大丈夫。俺は信じている。俺は信じている。たった一言、この言葉こそが選手の心を解き放ったのです。トリニータの進撃は新たなシーズンへと続きます。Haven't changed, haven't much to say. Oh man, I still think those cats are